どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、懐かしのコンボを決めていこうかなと思っておりまして、エイリアンデッキです。エイリアン結構なんか、なんだろうな、意外とみんな青春っていう方も結構多いかなと思うんですよね。このデッキって割とね、なんかね、コアに人気があるデッキテーマでございまして、で今日何やっていくかっていうと、このデモンズチェーンっていうカードがセレクションボックスで鬼課金をすると3枚ゲットできるんですけども、このカードめちゃくちゃ強いです。まあ、エイリアンデッキじゃなくてもどんなデッキにも入る汎用カード、まあ底なし落とし穴カナディア あたりと、まあ春ぐらいすごい強いカードにリンクスにおいてはなりそうな気がしています。でこのカードの効果説明しとくと、自分でも相手でもどっちでもいいんだけど、効果モンスター対象にとってそのモンスターの攻撃をできなくさせて効果を無効にすると。だからね、これ何が強いかっていうと、効果無効にできるっていうところなんですよね。アレイスターとか、あとモーレフとか、まあ、モーレフは自身で裏返しにできたりしますけど、まあ、そういうですね、要はモンスター効果が強いモンスターに対してこれ発動するとモンスター効果無効になるんですよ。これがねすごい強い、永続的な聖杯みたいな感じで、じゃあこのデモンズチェーンどういうデッキで使っていくかっていうと、まあどんなデッキにも入る汎用カードなんで、このカードってまあどんなデッキにいても多分強いと思うんですけど、今回はですね、これ昔から言われてるんですよ、このデモンズチェーンっていうのはですね、空取り取りでゴルガーのおもちゃと言われてまして、これゴルガーってどういうことを思ってるかっていうと、これあのエイリアンデッキのシンクロモンスターでエースモンスターなんだけども、一ターンに一度表側表示の魔法トラップを何枚でも戻せます。これちなみに自分のカードでも相手のカードでもいいんですよ。だから相手のフィールドになんか表側の魔法トラップがあれば戻せるんですけど、これ表側表示の魔法トラップカードを2の枚数戻して、戻した数だけフィールドの表側表示のカード、まあ、自身のカードでもいいし相手のカードでもいいんだけどに、A カウンターエイリアンカウンターを置きますと。で、一ターンに一度フィールドのエイリアンカウンター A カウンターを2つ取り除いて、相手のカードを1枚何でも破壊できると。だからね、何が相性がいいかっていうと、空取りでゴルガーで使ったデモンズチェーンをもう1回手札に戻してでまたセットするっていう動きがすごい強いんですよ。これまあ元から昔から言われてる有名なコンボで、で今回はこのデモンズチェーンとか、あとこれ何でもよかったんだけど、スキルこの恐竜王国とか、なんかそのフィールド魔法貼るスキル、なんか環境にあんまりいねえ、フィールド魔法貼るスキルだと何でもいいし、光の結界とかでもいいし、うん、ああいうお邪魔とかもいいしね、とかああいうこういう、フィールド魔法で表側表示のカードを2枚作ってデモンズチェーンとなんかフィールド魔法みたいなで2枚カードを戻して A カウンターを2つなんかどっかのカードに置いて、でそのカウンター取り除いて相手のカードを破壊してまたデモンズチェーンをセットするっていう無限デモンズチェーンループっていう、これをまあ、やっていきたい、こういうデッキになってます。で、まあ、エイリアンっていろいろ組み方があって召喚獣と組み合わせたりとかいろいろあるんだけども、そんなことをするのはね邪道なんですよ。エイリアンはエイリアンで組まんと、エイリアンのエースってのはソラトリでゴルガーだから、まあ、キングレムリンって始まるけどソラトリでゴルガーだから、だからゴルガーなんですよ基本的に。ゴルガーを出してゴルガーで相手のカードを破壊すると、まあ、こういうね動きをしていこうかなと本日は思っております。ということで早速エイリアンの最強コンボをお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ無限デモンズチェーン決めていきましょう。デュエルスタンバイ。恐竜王国っていう謎のスキルが発動していくあまりにも謎、こんなスキルは使ったやついないからね。これね何でもいいっす。あのね爬虫類族を強化する、これセットでいいか、爬虫類族をあの強化するスキルがないんですよフィールド魔法で。なんで爬虫類ってさフィールド魔法で強化できるんだっけ、ちょっと覚えてないけど、あれなかったんだっけな、ちょっと覚えてねえや、あのないから結局今リンクスにはね。だから爬虫類、あーなるほど、サブテラか、サブちゃんか、これサブちゃんだったらさ、これここ無効にしたらいい説ない、これデモンズチェーンじゃね、これデモンズチェーンズだんな、これデモンズチェーンだ、ここデモンズだ、これ無効でしょ、これ裏返せねえわあいつ、だからもうサブテラ出てこない、
多分サブテラだと思うんだよねこれ、さすがに攻撃表示は。で何話したのか忘れちゃったな、そう、あのフィールド魔法なんでもいいんですよ。だから恐竜王国、あ、それ向こうだよ、恐竜王国とかじゃなくても別に何でも、何でもいいです。なんかあんまり他のカードが強化されない、デッキだったら、デッキっていうかフィールド魔法だったら何でもいいです。一番なんか環境にいないフィールド魔法がいいと思うわ、相手の恩恵がなくなるから、その方が。なるほど。ですね、とりあえずここで一旦バック除去したいな、バック除去したいんですけど、いいですか先生、どうすかこれ、これ許してもらえます？あ、許してもらえない。なるほど、許してはもらえない。なるほどね。まあモナイトですかね。ここゴルガ出していきましょうか、組み替えていきましょう。で組み替えていく、で組み替えていってエイリアンモナイトをデッキから手札に持ってくる。でモナイト召喚して、ソルジャー、蘇生でエイリアンモナイトを召喺、エイリアンモナイトの効果発動、墓地のレベル4以下のエイリアンモンスター一体を特殊召喚できるぜ。さあ来い、エイリアンソルジャー行くぞ、シクロ召喚。もううっとうしいわこの裏向きに、毎回裏向きにしてくるやつ、マジ全員マジくたばんねえかな、本当に全員くたばれ、全員くたばりやがれ、奏でやすこの足入れてるやつは全員くたばりやがれ。さあとりあえずこれで今どっちでしょうか、まあソルジャーか、まあしゃあないかな、しゃあないから、まあ、セットするしかねえか。あー使う人でもこうだな。で殴る必要あるかどうかだけど、殴る必要もないんじゃないかな、別にあれほっといた方が強くね、多分さこの2体リリースで、なんだっけ、あいつ出てきたも多分大丈夫だと思うんだよね。アドバンス召喚で出てくるんだったら別に殴らせればいいし、セットだったらゴルガーすればいいから多分大丈夫だと思う、いけるはず。リグリアードでもいいや、別にこれは問題ない、もう満体リグリアードでも大丈夫、いいよ問題ないよ、やらせてあげる。さあアドバンス召喚か、まあ、そのな、カエルは裏返らないぞ。お、やるじゃないか。魚だな、魚くんですねそれは。それをまあ殴られてる、でここで細胞する。でこれでもう一回エイリアンモライト持ってこないといけないんで、アンモライトを持ってこないときついから、でこうして天皇はしない。これ分からせるわ、これ分からせるわ、分からせよ、分からせよ。反転召喚、反転召喚、エイリアンモナイトを攻撃表示で召喚、エイリアンウォーリアーにレベル4、エイリアンウォーリアーにレベル1、エイリアンモナイトをチューニング、遥か宇宙の彼方から侵略すべき星求め、舞い降りろシンクロ召喚、レベル5、空取りでゴルガー、そしてゴルガーの効果発動、表側表示の魔法トラップカードを2位の枚数手札に戻すことによって、その戻した枚数分フィードの表側表示のカードにエイリアンカウンターを置いていくぜ。こいつでいい、はっせい、そして空取りでゴルガーの効果発動、カウンターを2つ取り除くことによってフィールド上のカードを1枚破壊できる、テンタクルクラッシュ、そして墓地のエーサーを組み替え装置の効果発動、エーサーを組み替え装置によってデッキよりエイリアンリベンジャーを手札に加え、さらにエイリアンリベンジャーを特殊召喚、いけー、エイリアンリベンジャーの効果1を使ってカードを1枚セット、バトル、うおー、うわーらー、テンタクルブラスター、強い、きたこれ、神コンボきたこれ、マジ神コンボこれ。さあお相手の方、幼女ですね、よろしくお願いします、幼女です、幼女、相手は幼女、デュエルリンクスは幼女育成ゲーなんでねセラとか、ルアとかね、もう育成していく、あ、まあショタコンっていう説もありますけどね、ショタ養成ゲーっていうの話もあります、ルカをレベルアップしてる場合はね。
なんか幼女は割と、あー、シダヌイのっけ、シダヌイは、どうなんだろう、ちょっと相性とかは全く分かりませんが、レベル4、2か、OK、いいだろう、強いじゃないか。伏せが何枚あるかって話だな、あとは。結構、シダヌイ作りやすいんでね、皆さんもおすすめですよ。始めたての皆さんには、かなり、あと復帰をするっていう皆さんにおすすめ、非常に強くて安いから。あー、これは、あ、これ神、これは神。神神神神神神神ゲー、はい、神ゲー、神ゲー来た。ちょっと待って、これ何これ、あ、エデンゴンか、オッケー、神、まあ、神でもねえか別に、でもこれは別に強引に突破しに行く必要はなくて、とりあえずエイリアンウォーリアでいいんじゃないかな。レベル42でしょ、42だったらまあ殴る必要なくて次8でしょうから、こうするしかないんじゃないかな。さあ後ろか、オッケー。やっぱね、用途処理強いね、墓地神経って強い。一回その使って、そのまたそれをもう一回使えるっていうミラクルフュージョンみたいなことするからさ、めっちゃ強いわ。あーんと、宮塚さで何出てくる、あー、墓地から2か、墓地から2、あ、でも6いねえかもう、そっちか。あー、マジ、そハンド強ない、そハンド強いんだけど、マジか、マジ、待ってくださいね、あやかし神はマジでやばいわ。ちょっとバック除去されるの一番きついんだよな。草神知らない、あー、むずい、これね、選んで破壊なのマジずるいわ、これこれずるい、これこれずるいじゃん、ずるいじゃない、これこいつずるんだけど、これずるいよね、これどう考えても、こいつずるだろこれ、この効果ちょっと洗脳するしかないわ、ちょっと洗脳するしかないわ、これは別にいいや、殴られて破壊するのも別にいいや、これ問題ないもん、やるしかないで、こうするしかない、オッケーで、殴ってきたらエイリアに殴ってきたらスルーだ、エイリアに殴ってきたらスルー、エイリアに殴ってきたらスルーまである、それはスルー、あ、それはもうスルー、それはもうね、これ返り討ちしても意味ないんだよ多分、あれスルー、オッケーで、これオッケー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 、来た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 、これ来たんじゃない、これ来たでしょ、これだって俺さ、いや俺分かり手だからさ、俺分かり手やからさ、このあやかし神知らねえの効果めっちゃ使いこなせんだよ俺、知ってた、みんなあやかし神知らねえの効果、これパクった上で、パクって、これ最強の動きするわ。パクんじゃん。これパクんじゃん。パクるじゃないですか。で、これ効果発動するんですよ。で、墓地の自身を除外するんですよ。あ、墓地のじゃない。フィールドの自身を除外すると、相手の魔法トラップカードを破壊しながら対象取らずに。で、モンスターも破壊できるんですよ。これ分かりてすぎじゃないこれ、これ分かりてすぎんだけど、俺やばいでしょこれ。で、エース細胞組み替え装置で、あとは4000打点作るゲームから、エイリアンモライトじゃん、エイリアンモライトじゃん、でモナイトリベンジャーじゃないこれ、モナイトリベンジャーでしょ、モナイトリベンジャーして、で、モナイト召喚する、でモナイト効果、貝の効果、戦士蘇生、貝の効果で戦士蘇生で、戦士に貝チューニングしていこう、レベル4エイリアンソルジャーに、ソルジャーじゃねえ、エイリアンウォーリアーにエイリアンモナイトをチューニング、エイリアンはゴルガーで始まりゴルガーで終わるってなんだ、いけ、空取りでゴルガー、空取りでゴルガーの効果、フィールドの表側表示の魔法トラップカードを2位の枚数手札に戻して、表側表示のカードにカウンターを置いていくぜ、はっ、すっ、そしてカウンターを2つ取り除いてエイリアンリベンジャー特殊召喚、これがハイパーエイリアンムーブだ、くらえ、対戦ありがとうございました、マジエイリアンなめんな、あざす。さあお相手の方、万丈目純さん、よろしくお願いします。ジュルさん、バイ。LP 増強ベータ、おめえまたくだらねデッキ使ってんじゃねえだろうな、くったらねデッキ使ってんじゃねえだろうな、お前ふざけんなよ、お前くだらね、マジでさ、こいつマジでキモいんだけど、本当に誰だよこのデッキ作ったやつ、ちょっとマジでほんまにキモいよこのデッキ、あでもデモンズってやるわ、分からせれるわ、これ分からせれる、これガチで強い、やべえ、これ分からせよう、これは分からせる、これは強い、
ちょデモンズチェーン強すぎか、うん、来た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 、これ分からせれんじゃん、これこれマジで分からせよ、セット、セットこれは強い、これガチで強いわ、これガチで強い、嘘でしょちょっと待ってちょっと、うっそうっそ、嘘だよ、こいつキモすぎなんだけど、キモ、ちょっと待ってやべ口悪くなってる、キモすぎて、キモ、キモは、キモ好きなんだ、デモンズチェーン来い、ああえ、こいつやばくない、こいつやばいんだけど、ガチでブロックだわ、これはさすがにブロック、これはねさすがのいくら温厚な私でも、まあ、全く温厚ではないんだけど、これはさすがにブロック、ちょマジでコナミさん、こいつやばいです、こいつやばいです